まずはじめに市長よりご挨拶お願いします。ちょっとマスクをかぶったままで失礼します。今年3月ですね、定例記者会見でありますけれども、ちょっとコロナウイルス感染の関係の2点、今日報告させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは最初に新型コロナウイルス感染症についてということで、健康保険課の方から、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、健康保険課でございます。ご案内の通りですね、新型コロナウイルスによる感染症につきましては、世界中、国内もですね、普段の感染者が今増えているということで、国の方も、2月25日に新しい、方針を決定をいたしました。それを受けまして、本市におきましても健康危機管理室を設置するなどですね、対応を進めてまいりましたが、ご案内と昨夜ですね、国の方が、小中高校の休校、来週3月からの休校を要請ということでございました。で、昨夜大分県の対策本部も緊急で開かれて、各市町村の小中学校に3月2日からの休校を要請するということがございましたので、これまで健康危機管理室は福祉保健部長をトップとして関係課長で対応を行っておりましたが、小中学校の休校となりますと、その権限がですね、大きくなりますので、本日9時をもちまして、原田市長をですね、本部長といたします、日田市新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、今後の対応をしていくことが決定をいたしました。まずもって、立ち上げの報告を申し上げます。で、これまでの市の取り組みでございますが、本日お配りしました資料の2ページをお願いいたします。これまでの対応につきましては、主なものをここに記載させていただいております。まず1月17日ですね、国内で1例目の発症者ということで、この時点から市の方では情報収集を開始したところでございます。で、27日になりまして、感染拡大する中、市民の皆様に、最新情報を提供し、相談窓口の案内、医療機関へのかかり方、手洗いやなどによる予防対策などの周知をですね、や注意喚起を図っております。これも随時ですね、更新をしながら、現在市のホームページや Facebook、さまざまなアプリを通じて、発信をしているところでございます。で、2月1日に国が指定感染症に指定をいたしました。で、そういう中、6日にですね、コロナウイルスによりまして、ちょうど季節性インフルエンザの流行期でございましたが、マスクが不足という、お話がありまして、体力的に弱いお子さん、高齢者、障害者、そういう方が入所や通所、通園している、各施設の職員の方々のインフルエンザの、感染対策として、職員支援用のマスクを配布いたしております。233事業所などに、約4万枚、配布をいたしたところでございます。また15日には自治会に回覧を回しまして、全市民にですね、紙によります注意喚起を行っております。で、20日にですね、福岡市、隣県の福岡市で九州初の感染者が発生しました。定例記者会見で市長よりですね、市民の皆様に感染拡大防止のお願いを行ったところでございます。25日に、先ほども言いましたように、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が決定されました。これで、大分県新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げて、日田市におきましても、健康危機管理室を設置し、対策を講じてきたところでございます。また、2月21日、すみません、これ25日、26になってますが、これ21日の訂正をお願いします。感染拡大のための、感染予防、拡大予防のために3月末までの行事中止や延期を呼びかけたところでございます。で、妊婦のマスクの配布なんですが、これは2月26日に、お願いします。妊婦さんにつきましては、お腹に、お子さんがいらっしゃいますので、もし感染した場合には、
やはり治療が制限をされます、薬の投与とかですね、薬の投与とか制限されますので、まあ、予防が一番ということで、市内のですね、妊婦さんに、連絡いたしまして、対象者218人でございますが、マスクの配布をしております。1人50枚で、2月27日現在、91人の方に配布を行っております。これはまだ現在も配布中でございます。それで本日ですね、先ほど言いましたように、9時をもちまして、日田市新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げたところでございます。で、今後のまず、一つ予定としては、3月1日に、また改めまして、自治会すべての回覧を回しまして、注意喚起を紙ベースで行いたいというふうに考えています。経過につきましては以上でございます。はい、感染症対策本部、本日9時に設置したということをご報告申し上げましたが、同時刻ですね、第1回目の、本部会議を実施したところでございます。なお、第2回目につきましては、本日13時、ここの町議室で、開催する予定としていますので、お知らせをいたします。以上でございます。では、続きまして、学校教育課長から、説明をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私もマスクをはめたままで、ご了承ください。ご案内の通りですね、昨日、政府による、全国の小中学校、それから高等学校、特別支援学校等ですね、の要請を受けまして、日立としましても、来週月曜日3月2日から、春季休業の開始までの間、日立市立の小中学校を臨時休業とします。またですね、3月6日金曜日に挙校予定の日田市立中学校の卒業証書授与式については、規模を縮小した上でですね、実施することとしましたので、お知らせします。中学校の卒業授与式の、規模を縮小という具体でありますが、そこでありますが、内容的には2点あります。1つは、開催時間の短縮。2つ目に参加人数の制限です。まず開催時間の短縮につきましては、式次第を校長、式辞、卒業証書授与、在校生総辞、卒業生当辞のみを原則として、いわゆる校歌を斉唱したり、卒業生の合唱等については実施しません。これは時間を短くするという意味とです。もう一つ、合唱があればですね、当然体育館の中で大きな声で歌うと。やっぱ感染を拡大するですね、可能性がある。しかも合唱があれば当然事前の練習で何回も体育館に集まったりとかそういうこともあります。そういったその感染予防対策の一環としても、合唱等については、省くということに考えております。次には参加人数の制限です。これ出席者をですね、卒業生、それから当該校の教職員、在校生の代表のみとしてですね、保護者と代品の皆様方につきましては式への出席を控えていただくということにしております。3つ目です。その上で万全の感染予防対策として出席者全員にマスクを配布し手指消毒の徹底をします。このマスクにつきましては市教委の方で全員分を準備するという予定にしております。周知につきましては本日付でですね、教規庁名で、保護者宛文書を配布いたします。でその前に、日田市 の学校情報配信メールシステムがありますので、事前にですね、メールによってお知らせして最終的には文書により詳細をお伝えするということになります。また来賓の方々へのお知らせにつきましては、この記者会見の後ですね、各学校より直接、事情説明も含めて連絡を差し上げるということにしております。なおこのような情報につきましては日田市や、市教委のホームページで掲載しております。付け加えとして、令和元年度の、中学校卒業生の生徒数は12校587名となっております。最後に、お願いであります。卒業式当日の卒業式当日の、取材です。それから校門といったところの生徒個人へのインタビュー等を含めてですね、ご遠慮いただきたいと考えておりますので、ぜひご理解をお願いします。保護者の方々もですね、会場に、お入りいただけないという中ですね、それから学校長としてもですね、少
少しでも感染予防の感染拡大のリスクを減らすという意味で学校長からもそういった要請を受けておりますので、ぜひそれについては趣旨をご理解の上ご協力賜りますようお願いいたします。以上でございます。はい、子ども未来課でございます。案件の3番でございます。北市立天ヶ瀬保育園が令和2年3月31日の今年度末をもちまして、閉園になりますことからその閉園式を行います。でその周知ということでございます。まず最初に新型コロナウイルスの対応でございますけれども、現時点では中止は考えておりませんけれども、今後来賓のお呼びするとか式の内容につきましてはこれから申し上げることと変更が出る可能性もございますので、ご了解いただきたいと思っております。それでは中身に入ります。日時は3月22日の日曜日午前10時から、会場は天ヶ瀬保育園でございます。で当日は、まず来賓それから地元の皆さんをお招きしてですね、第1部として、閉園式典を行い、その後第2部といたしまして、保育園の歴史を振り返るスライド上映、それから保護者によりますマンドリン演奏のアトラクション、そして、参加者全員での風船飛ばしなどを行う予定でございます。なお天ヶ瀬保育園は小規模型の保育園でございますので定員19名、そして、現在、児童数は6名ということになっております。でその中ちなみにですね、その6名の中には、年長児さん現在おりませんので、新年度以降はですね、保護者の勤務状況等をによる希望を入れたところで新しい施設へと転園をしていただくという予定でございます。以上でございます。はい、それでは、